おはようございます。誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。イエイ今日はですね高知のグラッシーで、ライブを久しぶりにやりまして、今日はエルソルのお二人です。今日ありがとうございました。 ありがとうございました。すごい。今日エルソル、あの名前の由来は何ですか？リーダーはどちらですか？あ、リーダーは相方なんです、はい、自己紹介しながら、じゃあぜひどうぞ。はい、エルソルのボーカル、カナでーす。イエーイ。以上です。はい、ギター担当の上村です。上郷です。雄三さん、はい、ありがとうございます。フルネーム言いました。今日あの本当に楽しい、あの一日っていうかライブの一日でした。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。こちらもよかった。ああ、本当ですか？はい。ちなみにエルソル、はい、意味なんですか？意味、あ、スペイン語で太陽。あ、太陽、うん、意味なんですけど。あ、じゃあ沖縄でいう、うちなぐちとティダですね。ティダカンカン、太陽カンカン、カンカンで太陽カンカン、ティダって言うんです。ティダって言うんです。ティダ、かっこいいですな。かっこいいですな。あの相方が、あのチーム、あのグループ名を、ユニット名を決めるときに、はい、私が太陽のように明るいからっていうので、太陽で、私スペイン好きなんですよ。だからスペイン語がいいって言って単純にエルソル。何回も聞きます。お二人の関係は何なんですか？肉体関係。肉体関係なんですか？いいですか、これ？結構僕の YouTube 見てますよ。大丈夫ですか？肉体関係のお二人ということなんですけど、これネタですね。ネタですね。ネタですね。でも元雄三さんは元なんかあのバンドを組んでて、あ、若い時は、ね、結構今日もギターもね、すごいギター新世で、ね、ギター弾きながらこうちょっとこう鍵盤の音鳴らしたりとか、あ、シンセサイザーね、シンセサイザー使ってるんで、かっこよかったです。ありがとうございます。エルソルで検索したら YouTube 出てきますよ。出てくるんですか？どこで撮ってくれて、勝手に YouTube 上げてくれる人がいて、検索したら出てくる。なんか今日本当にあのとっても楽しい、はい、あの僕は夜でございましてですね、ありがとうございます。今日沖縄好きの方もたくさんセットリストもなんか大幅に変えてですねやらせていただきました。そう、本当にね、ね、なんかこれを機会にまた、はい、また次回グラッシーでやるときは、あ、もう、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、マスター出ないでいる？いい、いいです。ここで出ない。じゃあまた、あの、はい、またご一緒させていただきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、せっかくなんで今日皆さん集まってギャラリーの方もですね、僕らどうですか。後ろから回るよ。バンさんも野村さんもせっかくなんで、あ、いいですね、なんか。あ、いいね。はい、はい、こんな感じで今日みんなで楽しくやりました。で、ね、これね、いつもね、今日も一日サラバンジって言ってるんですよ。サラバンジ、あ、マスターでハゲです。ま、教えて。僕の歌です。じゃあ今日も一日サラバンジって、サラバンジ絶好調って意味なんで、はい、じゃあ僕いつもせーのでいきますよ。今日も一日せーのサラバンジで、はい、いいですか？はい、すごいですね。今日二人の関係は何ですか？肉体関係。じゃあ今日も一日せーのサラバンジ、イエーイ、ありがとうございます。